決勝勝ったぞフフフフフン、いっぱい飯食って風呂入ったぞフフフフフン。あー眠い、コーチにも筋肉修復するために早く寝ろって言われたし、今日はもう寝、お、そうだ、研磨に今日の結果連絡しないと、寝る前にメールしよう。今日決勝だった、勝ったぞ、全国行くぞっと、送信。猫間が東京の代表に入れば研磨と春高で戦える、やっと公式戦ができるんだ。最初に道で研磨と会った時はまさかこんなことになるとは思わなかったな。練習試合で再会して研磨が猫間だって分かって、試合は俺たちのボロ負けだった。あの時帰り際に話したこと研磨覚えてるかな。研磨、そうよ、この前道で会った時特別バレエ好きじゃないって言ってたよな。今日は勝ってどう思った？別に普通かな。次は、え、次は絶対必死にさせて、俺たちが勝って、そんで悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。じゃあ期待しとく。もうクリアか。メール、翔陽からだ。そういえば代表決定戦の決勝今日だっけ。そっか、カラスの勝ったんだ。最初に翔陽に会った時はこんなことになるとは思わなかったな。あの頃の翔陽はほんと下手くそだったし、でも東京合宿や練習試合どんどん進化していって、ついに全国出場か。あの時の約束通りだ。でも夜は寒いな。汗冷える前に上着ないから。試合待ち遠しいな。そうだね、最近思うよ。ん？何が？翔陽は面白いから、翔陽と練習じゃない試合やってみたいかもって。負けたら即ゲームオーバーの試合やろう。もう一回がない試合。ゴミ捨て場の決戦、猫間との、研磨との初めての公式戦、東京のでっかい体育館、あのオレンジコートで。負けたら即ゲームオーバーの試合。楽しみだな研磨。楽しみだね翔陽。春高の代表決定戦が終わり、しばらく経ったある日、とある学校行事を目前にして、ツッキーと縁の下さんは暗い表情を浮かべていた。再びこの時期がやってきてしまったな、月島。ええ、月島縁の下。期末テストの勉強を教えてくれ。あと1週間で2学期の期末テストだろ。今回も赤点取ったら放課後補習なんだよ。せっかく全国出場が決まったのに
やっぱりこうなった。教えてくれるのか。え、嫌だけど。え、あの悪夢みたいな一学期期末を経験した後でやるわけないでしょ。あ、悪夢ってほどじゃないだろ。とにかく僕は嫌だから、八千さんにでも教えてもらえなよ。あ、でも月、八千さん自分の勉強の合間にバレー部の寄付金集めのポスターも作ってくれてて、最近すごく忙しそうなんだよね。そうだぞ月島、冷てえこと言わないで教えてやれよ。お前らは他人に構う前にまず自分のことだろう。そうだった、頼む力、勉強を教えてくれ。あ、まあ大地さんにもお前らをくれぐれも頼むって言われてるしな、ちゃんと真面目にやるなら教えるよ。よっしゃー、ほら江ノ下さんはやってくれるって。お前も教えてくれよ月島。何にせよ教えてほしいならちゃんと頼んだよね。特にそっちの、さっきからずっと黙ってる方、僕の貴重な時間を浪費させるんだから、それなりの頼み方してよね。月島さん、お願いしますって言ってみなよ。ああ、誰がお前にそんな。おい影山、赤点回避のためだろ。月島。何？聞こえないんだけど。月島さん、お願いします。こら、嫌だ。はあ、なんでだよ、ちゃんと頼んだじゃねえか。頼んだらやるなんて誰も言ってないでしょ。僕そろそろ教室戻るから、じゃあね。待ってくれ月島、最後の手段だ、勉強を教えてくれるならこれやるぞ。それは、はあ、なんだそのチケット。聞いて驚け、全世界大ヒットシリーズの最新作恐竜映画ジュラシックワールドの前売り券だ。しかも限定特典のミニ恐竜フィギュア付き。お前なんでそんなの持ってんだ。新聞屋さんにもらったからって母ちゃんがくれたんだ。2枚やるから1枚やるよ。どうだ月島。あ子供じゃないんだから、そんなものに釣られるわけないでしょ。ダメか。やっぱり一夜漬けでなんとかするしかねえな。諦めんな影山、クラスの奴らにも頼んでみようぜ。ちょっと、やらないなんて言ってないんだ。え、教えてくれんのか。僕の時間が余ってる時だけね。よっしゃー、これで赤点回避できるな影山。おう、よかったねツッキー、あのフィギュア欲しがってたもんね。うるさい山口、別にそれに釣られたわけじゃないから。ごめんツッキー。おーおお、よかったなお前ら。それじゃあこのメンバーで部活の後勉強会するか。おお、こうしてツッキーと縁の下さんは期末テストまでの間、日向たちに勉強を教えることになったんだ。早速その日の部活後、勉強会が開かれたんだけど。はい、最初は日本史ね。問い1、坂本龍馬について、次の3つの言葉を全て使って説明しなさい。海援隊、薩長同盟、選択。はい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 、はい、日向。坂本龍馬は日本で、一番有名な選択屋さんです。何言ってんの。あ、まあ有名ではあるよね。ひなた、ボケ、3つの言葉を全部使えって言われてんのに選択しか使ってねえじゃねえか。じゃあ影山、答えは。坂本龍馬は海なんとかと山なんとかを選択しました。影山も選択以外覚えてないじゃん。模範解答は、勝者と政治組織を兼ねた海援隊を結成し、薩長同盟の締結に尽力、明治維新に大きな影響を与え、日本を今一度選択いたし申し候という言葉を残した人物だよ。なんだ、俺らの答えと大体一緒じゃねえ。どこが。ああ、部分点はもらえるな。もらえるわけないでしょう。西野や田中、原告のプリントを解き終わったか。
おう、じゃあ答え合わせしていくぞ。まず問1、思いを寄せる女性のりこにうまく気持ちが伝えられなかった時ののりおの心情が最も現れている一文を文中から抜き出しなさい。はい、西野から。のりお、お前まだ悩んでたのかよ。もうくよくよすんな。いや、俺も思ったけども。田中の答えは、のりお、お前ののりこさんを思う気持ちはよくわかる。あの美しい人を前にすると俺のこの熱い気持ちをどう伝えればいいのか。むしろ伝えてしまったらご迷惑になるのでは。いや、しかしそれで迷惑そうな顔をされるのもそれはそれ。それお前の清水先輩の気持ちだろ。ノリを無視するだって。というか二人ともいつになったら本文の中から答えを探してくれるんだ。縁の下さん、え、あの人たち本当に赤点回避する気があるのか疑問になってきたんですけど、僕先に帰ってもいいですか？あ、いや、まあ、あいつらなりに頑張ってはいると思うんだ。ほら月島、一学期の期末の時あいつらが言ってたことを覚えてるか？バカ回答の数々のことですか？日向も影山も全く成長してないですよね。いや、それじゃなくてこんな話をしてたんだよ。もうこんな時間か。そろそろ帰るぞ。勉強はまた明日な。じゃあお先に失礼します。待って月、俺も帰るよ。待ってくれ月島。つけだ、もうちょっとだけ教えてくれよ。頼む、このままだと赤点取っちまう。そんなに必死にやらなくても。別に赤点取ったって部活が永遠に禁止になるわけじゃあるまいし。バカ野郎、ネコマトの合宿に行ければもっともっと強くなれんだろう。赤点取ったらその貴重な機会が減る。俺らは強くなんなきゃいけねえんだ。今度は絶対正常に勝つ。白鳥沢も倒して全国行く。東京の体育館のピカピカのコートで全国の強いチームと戦いたいんだ。だから頼む、勉強をもっと教えてくれ。そういえばそんなこと言ってたような。あの時の言葉通り本当に全国行き決めたんだしさ、もう少しだけあいつらに付き合ってやらないか。一学期の期末だって日向も影山ももうちょっとで赤点回避できるところまで行っただろ。あれはほとんど八千さんのおかげでしたけど、まあもう少しなら。じゃあ次の問題ね。西郷隆盛について次の言葉を使って説明しなさい。尊王攘夷運動、西南戦争、犬。はい、西郷さんは犬好きのいい人です。おい日向ボケ、今度は犬しか使ってねえじゃねえか。だって犬好きに悪い人はいないだろう。そんなことわかるか。じゃあ影山、犬好きの悪いやつ知ってるか？知らねえ。ほらな。いや、そういう話じゃないと思うんだけど。へん、一年坊主たちよ、お前らはまだ本当の西郷隆盛を知らねえ。本当の西郷隆盛？あのお方は実は49年の生涯のうち3人もの女性と結婚した超モテ男なんだ。すなわち問題の答えは、西郷さんはレジェンドモテ男です。おー、俺の憧れの男の一人だ。俺も西郷さんを見習ってレジェンドモテ男になってみせるぜ。いや、それは違うぞ龍。え、なんでだよ野谷さん。俺はモテ男になんてなれねえってことか。いや、でもレジェンドモテ男になりたいなら他人の後追いなんてすんじゃねえ。自分で道を開いてこそ真のモテ男ってもんだろ。おー、野谷さん野下さん、本当にこの人たちに付き合うんですか？すまん月島、俺もちょっと自信なくなってきたわ。その後なんだかんだ言いつつ結局テスト前日まで毎日勉強会は開かれ、日向たちは全員赤点を免れた。テストが終わった後ツッキーと縁の下さんは
もう二度とあいつらの勉強は見ないって言ってたけど、きっと3学期の期末テスト前にはまた同じ光景を見ることになるんだろうな。ちょっと山口、今なんか不潔なこと言わなかった？もう、なんでもないよ、ズキ。行くぞ、ケンマ。貯めるなら、くくく、クロクロポイント。ああ、クロクロポイント、ワンダフル。貯めるなら、けけけけけんまポイント。クロ、やめないこれ。